せーの、ハイタイ。エミリー、ココ、ユキ、イッシュアイジャパンです。今日は何する？今日は何するか。今日は駄菓子を食べます。イエーイ。これは覚えてますか？この間お台場に行った動画をアップしたんですけど、そこで駄菓子をたくさん買ったんですよ。この通りたくさんそれを今日はひたすら食べながら日本のお菓子を紹介していくという企画でございます。はい。駄菓子っていうのはお菓子とはちょっと別のジャンルで、一応お菓子はお菓子なんですけど、安い昔ながらのお菓子のことを日本語で駄菓子って言います。子供向けだね。そうで、私たちも子供の頃駄菓子屋さんっていうのが近所にあって、駄菓子屋さんはこういう安いね、子供がお小遣いで買えるようなお菓子をたくさん売ってるお店なんですけど、うん、そうだからちょっとね、種類がねたくさんね、うん、なんか違うんだよねちょっとね、うん、ほんと10円から50円とかもうめっちゃ安いの、ね、とにかく、うん、こういうなんか麺とかもあったりする。そう、ちょっとした小腹空いた時のカップ麺もあったり、まあ、とにかくいろいろあって、まあこれは一部にはなっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと今日は紹介しながら食べます。うん。自分が何が一番好きだった？一番好きなの？私はこれ。じゃーん、スモモカップ。うわ、一番好きなのか。即答でそれだね。これはスモモがお酢漬けされてて、こうお酢も飲むの。これはね、50円ぐらい。これめっちゃ美味しい、大好きだった。ネギも好きだった。なんかスモモ系の駄菓子多いよね。多い。梅系とか多いよね。梅系多い。1番めっちゃ悩む。悩むね。私はこれ、かば焼きさん、のし梅。あ、のし梅。うん、これは本当にずっと好き。なー、原材料は小麦粉ですね。あ、そうなんだ。魚肉のすり身って書いてある。あ、そうだ、すり身だね、うん、すり身系だ、うんうん、すり身系。これ、はい、好きなのもこのタラタラしたんじゃねーよなんだけど、うまいね、これもすり身。そうだね。これ辛い。辛い辛い。これね、全員好き全員好き。これめっちゃ好き。今も好き。大人でもめっちゃ食べると思う。酒のつまみ。うんうん。これはさ、コンビニでもさよく見るよね今。うん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 。これも好き。よっちゃんね。あ、それも大好き。待って、悩んだ。これ、あ、1位かな、それが。これとね、これのセットは最高。最高セット。これはもう日本国民全員好きだと思う。最高セットです。待って、ゆうきも買ったんだよ、ほらそう、これね、絶対にね、外せないよね、この2つはね、うん、私がね、あと2番目に、今でもこれよく食べてんだけどね、サワーペーパーって言って、ちょっと海外のお菓子っぽいかもね、うん、あ、確かに、グミ。キャンディーです、サワーキャンディーです、これはただの。でも好き、歯にめっちゃくっつくんだけど。わかる。これ夏。夏いね。ココアシガレット。夏これ。なんだ、甘いタバコの、ラムネ？ラムネ。ラムネ。細長い。こうやって、タバコ吸ってるみたいな感じ。そうそう、やってたやってた、小学生の時食べれる。あとはこれ。あ、それも好き。ここビッグカーツ、まるでとんかつ。でもかじるの大変じゃない？どうせすり身だもん。だからすり身だっけ。すり身じゃない、これも。あとこれだよ。豚麺。はい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 。豚麺。これ塩味もあるし、なんだっけ、とんこつとかもあるよ、うん、白いの、うん、これ醤油とか。これが一番あれだ、王道、うん、ベーシックなやつです。めっちゃうまいよね。あとこれ、これさ、ブラックサンダー、これ出た時衝撃だった。衝撃だ。これ中1ぐらいの時じゃなかったかな。衝撃、うますぎて、うん、なんだこの美味しいチョコレートってなった。うん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 。これもめちゃくちゃ人気です。うん、あとね、海外の人はちょっとびっくりそれ大好き。じゃじゃん、梅ジャム。これね、本当に一時期ハマってずっと食べてた。うん、この顔が本当にね、大好き。梅梅ジャム大好き。これどうやって食べてた？あれ、私はそのまま食べた。わかる。でもこれを切って、うん、吸ってこと、うん、食べていい？いいよ。これを切ってさ、ここからさ出たのをさ、うん、そう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 。あ、そういうの。てか、こここれ知らなかった。食べたい食べたい。でも知らなかった。数年前にさ変わったんだよね。変わる前の方が好きだった。わかる。そうなの、うん、業者が変わったの。久しぶりに食べた、美味しい。懐かしい、青春って感じ。へえ。です。私あとこのこれ好きなんだよね。わかる。このチョコなん、普通にチョコなんだけど占いが書いてあって、例えば
恋愛運、おしゃれ運って全部書いてあって、こう開けると裏に、え消えたの？消えた？この中入った？はい、え消えたんだけど、マジで。あ、はい、おー、手品手品うまっ、これですね。あ、買ってますね、これですね。みんな買ってますね。食べ終わりです。食べちゃいました。すいません。これはお米のお菓子です。よね、はい、お米をポンってしてあげる。ポップコーン的な。お米をポップコーンみたいにポンってして作ったもので、なぜか人参の形。こちらね、餅シリーズで言えばこの三色、はいはい、かわいいだ三色団子、私も買いましたよ。もありますね、こちら。これも流行ったよね。かわいいよね、これ、うん、これね、ゼリー。それは何ですか？これ夏い。なん、ゼリーの飲み物。うん、はい。ここを切って、ここからシューって吸うの。しかも歯で、うん、歯で。歯で、そう、うん、歯で。食べよう、食べよう。はい、いただきます。いただきます。いただきます。これめっちゃ気になるの。これ食べたい、本当に。食べたことないの。あ、嘘、ないの。うん。でも私も大阪で初めて食べた。食べたか。これ。あ、何かは。はいはいはい。あ、違うぞ。大丈夫か。大丈夫か。すか。スルメジャーキー。スルメ。スルメって海外にもあんのかな。あのイカ、イカを干したやつです。イカを干したやつスルメって言うんですけど、日本人はビールと一緒にスルメを食べるのがもうド定番。うん、大好き。非常に草馬です。スルメ大好き。日本人干すの好きだね。確かに干物が多いかもね、うん、今回こんだけ買って結構普通に3000円ぐらいしたんですけど、うん、昔だったら半額ぐらいの値段で買えてる、うんうんうん、めっちゃ値上がりしてるよね。もう日本の物価上がりすぎ、うん、マジで。なんか最初さ300円にしようみたいな話したじゃん、うんうん、無理だったよね、うん、300円じゃほんと3個ぐらいしか買えないよな。というわけで物価が高くなってる日本。うん、練り飴はこうやってめっちゃくる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 ひたすら混ぜると、どんどんこの飴が白に変わっていくんです、色が。え、そうなの？白っぽくなってくんの。うん、まあこんな感じでこれをただ舐めるだけです。やばいね、これもう本当子供のさ夢のドリーム。っていうかマジピント合わなすぎやろこのカメラ。10万だぞ。そうなんだよ本当に。10万だぞ。でも画質めっちゃいいけど。でも iPhone 変わるかマジで。ほらこんなもうとんかつみたいな。そうマジでとんかつみたいな感じなの。すごくな。そう、子供の時小腹空いたらよかったよねこれね、うん、やっぱかじるの難しい、ここ歯弱いかも。あ午前中だと余計ね。楽しいね。楽しい。え、なんかさみんなの国のさお菓子教えてよね。確かに、なんかさ日本って多くない、うん、こんな多いのか他の国も。日本お菓子の量えぐいよね。いい匂いする。めっちゃいい匂い。え、これ安い。それいくら？70円ぐらい？安いやん。こんな感じ。塩焼きそばみたいになってる。うん、豚麺はこんな感じ。まあ普通にカップラーメンみたいな感じ。めっちゃいい匂い。うん、めっちゃいい匂い。え、それガーリックの匂いだね。なんでこれさ普通にコンビニで大きいので売ってないの？ね。確かに。いただきます。いただきます。うん、うん、美味しい。めっちゃ美味しい。え、美味しくない？うん、初めて食べた。うん、うん、見た目もなんか海外のお菓子ってさなんかとことん甘いか少し酸っぱいか多くない？サワー系の、うん、チューブキャンディー系とかも美味しさ、うん、甘いのとか多いじゃん。なんか日本のさ、駄菓子とかお菓子ってさ辛いの多くない？辛いの多い。あと、お酢、うんうんうん、渋くね。うん、大人向けだよ、うん、そうだよ。見た目も全然カラフルじゃないし、うん、全然ね映えない。なんかみんな食べてほしい日本の駄菓子。うん、
いろんな国の変わったお菓子とか食べてみたいな。うん、なんかアメリカンのお菓子とかよくさ食べんじゃん、うちらも。うん、スニッカーズとか、うん、ミルキーウェイとかさ、スキトルズとかね。中東のお菓子ね、中東のお菓子が気になるよね。うん、どういう味するのかな、やっぱナンプラー系の味とかするのか、ね、お菓子でありそうじゃないの。中東めっちゃ甘いとかね。うん、なんかもう激甘いお菓子日本になくない？ね、甘すぎて食べれないみたいな海外たまにあるじゃん。うん、もう歯が痛くなる。そう、日本にそんなお菓子ない。うん、ないね。うん、だから子供ながらにしてすでにちょっとヘルシー志向なんじゃない？なんかやっぱさ、みんなさ、母国のお菓子が一番なのかな。まあね。え、でもこう韓国のお菓子めっちゃ好き。美味しいのいっぱいある。似てる？うん、でも日本と似てるのかもね。あのやっぱ舌が。韓国のもう辛いのとか、うん、チョコレートもなんか歯がギシギシするほど甘いわけではなくて、うん、今度さ、なんか世界のお菓子を集めてきてさ、いいね、食べるっていうのやりたくない？なんかネットとかで買えるじゃん、多分。みんなの国の教えて、マジで。うん、企画で使います。日本で買えるかな教えてほしいな。アマゾンで買えるものだったらね、ぜひ募集します。うん、あれやる？レモン。やろ。あ、レモンガムか。じゃあこの酸っぱいレモンにご用心やりましょう。なんかこうやってガムが3つ入ってて、このうちの1個が鬼酸っぱい。はい、じゃあ何件する？なんかよだれ出てきた。最初はグーちゃんけんぽい。最初はグーちゃんけんぽい。はい、これでしょ、ゆきから。じゃあこっち。じゃあ真ん中。じゃあこれいただきます。はい、よし、せーの。うわー、早っ。酸っぱい。酸っぱくないです。こんな酸っぱかったっけ、これ。ほんと？うん、酸っぱ。酸っぱい。うん、酸っぱいって。まあぼちぼちだな。ここ、うん、いい感じ。ガビがない会話だな。こんなのするかよ。美味しくないんだよね。わかる、美味しくない。問題点が。じゃあ次は、うん、モンスタースタンプ。はい。どうなるでしょう、食べたら。はい。では4つ入ってる。こんな入ってたっけ。ねえ、覚えてない。見えるかな。見えんかった、ごめん。なんかスタンプ型のお菓子がね、え、かわいい。夏いね。かわいい。私はなんかかぼちゃのラムネなんだ。ここなんか宇宙人みたいな。これを舐めるとまず一旦まず舐めます。ベロが緑になりそう。なるよ。で、まあまあ、押して、押して、押して。もう、いける？うん。じゃあちょっと汚いけどいいですか？貼りますよ。なんか最近ね、スタンプにハマってる。あ、なにそれ、お化け？お化け、見える？かわいい。はい。私は、かぼちゃ見えるかな。一気に見せる。あ、かわいい。うん、かわいい。宇宙人？宇宙人。超ちっちゃい。こんな。これ。はい、ということで今日は駄菓子を紹介しました。さすがに全部は食べきれなかった。うん、うん、ゆっくり食べよう、後で。はい、じゃあ以上、お菓子紹介でしたけど、皆さんの国のおすすめのローカルお菓子もあれば教えてください。はい、はい、じゃあこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、石井ジャパンでした。またねー。